はい、どうも皆さんこんにちは。ぼくくんゲームでございます。ウイリアプリ2021アップデートをやっていきましょうということでね、アップデート終わりました。いやー来ました皆さん、コナミさんありがとうございます。ということでね、メンテナンス5時17時予定だったんですけど、終わる時間はしかし早まりました。30分ほど早まってね、夢だねこれ、夢だもんこれ。目の前にあるのもうこの事象が、この全ての事象が夢。話したいことがね、今回たくさんあって、やりたいこともたくさんあるんですけど、まずちょっと一歩ずつね、一つずつやっていきたいと思います。復活 POTW 数ヶ月ぶりだね。夏休み明けに友達会うぐらい久々なんですけど、さらにね、アイコニックモーメント、ここ見て、ちょっと真ん中、真ん中にヤバい選手いるって。新登場のね、中華 FP ガチャ、ほんと久々だこれ。しかもいるんだって左上にここ左上って表現が合ってるかどうかわからないけど、左の奥の方にいます。ムバッペ来ちゃったね、一発目から。これもうね、ウイリアプリの週刊 MP ガチャが数ヶ月ぶりに復帰ということで、復活ということで、ふさわしい男がやってきました。ウイリアプリ FP 史上最強の男、しかも週刊 FP だったら2回目かな。2021は結構 CS とか、あと代表のやつとかもね見たことあるんですけど、週刊はマジでこれも超貴重ですから。ムバッペ決定力爆上げ、ムバッペスピシュン相変わらずぶっ壊れて、キック力上がってんのかこれ強いな、これ間違いなくやばいですねこのムバッペ。あとはカーブ上げてますね、カーブ上げて逆足振動精度33。はい、スキルが、まあ、スキルはねもともとマックスだからね。ちょっと待ってちょっとね、嘘だろ、軸足当てないぞこれは壊れたぞ。ムバッペがついに史上最強に君臨する可能性が出てきました。ルンミニゲとほぼほぼ同じような性能になったんじゃないのこれ。ダブルタッチ、エッジダウンあるけど軸足当てがなくなってますね。これ PK 結果になったのかな、確か E フットボールで軸足当てがなくなってたんで、まさかとは思いましたが、ムバッペが最強になりました。これはもう絶対当てるしかありません。当てましょう皆さん、絶対に当てるしかない。これはラインブレーカーでしょ。メッシ移籍の PSG で輝いたムバッペがね、今回週刊 FP、 確かメッシがアシストしてたのかな、メッシアシストの週刊 FP ムバッペなんで、これ PSG の週刊メッシも見たいですけどね、いつか。いや絶対来てくれるはず、そう願っております。ということで、ちょっとこれはやばいぞ、間違いなく今回のぶっ壊れ、いや過去の週刊 FP ウワッペより間違いなく強いです。さらにさらにクルトワがね、クルトワ思ってもませんでしたけど、日本語から学び直しましょう自分。クルトワがね、来るとは思ってもなかった。復活週刊だからクルトワも出しちゃって、ムバッペも出しちゃって、当てるしかないですねこれ。クルトワのフォワード企業懐かしいなんかヘッダークルトワを過去に当てれなくてね、でまた FP クルトワが週刊に出た時に確かフォワードで使ったんですけど、これ週刊クルトワフォワード企業あるの当てたら週刊クルトワフォワード企業、いやまたやりたいですね。てかキーパーでこれ最強でしょ、この能力はバケモンすぎる。イコローバレッダやばいな、なんか感動するなこれ、涙出てきそう。週刊 FP 久々すぎて、うわーちょっと今回ね、動画ね長くなっちゃいそうだね。話したいこともうたくさんあるし、ずっと話してたよこれ、永遠に5時間ぐらいね週刊 FP ガチャ見つめながら話してたいところですけど、しかも待って、新党じゃない、ウパメカノだよ、ウパメカノ、うわバイルミュン、センターバックウパメカノ来たー。史上最強クラスのね、現在強さを誇るバイエルンミュンヘンのセンターバック、後ろから支える男が、これ新搭載だよね多分。ウーパーメーカーは多分最初のね、画面にもいたもん。オープニングで迎えてくれた。年齢若いでしょ ?22 歳。これも壊れてますね。だって足も速いでしょ、スピード87。やば。ウーパーメーカーのも、これぶっ壊れセンターバック行くな。ちょいちょいちょい。腕ゴールもいるじゃない、うわ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 、もうちょっと待って、これ FP 週刊 FP 3回じゃ足りないやつだこれ、今回3回じゃ足りません、5回6回ぐらいは引きたい。腕ゴールメイン仕様はちょっとまたやっていきたいですね、いろいろ。うわ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 、楽しみ。ちょっと待って、しかもこれパボンで、うわパボン最高、懐かしい相棒パボン、確かウイリアプリ2019だったっけな、パボンがめちゃくちゃ強くて
強かったんすよね、本当に。まだまだね、気づけてないところたくさんあると思うんだけど、今回はもうこの週刊 AP ガチャの登場ね、マンチェスターユナイテッド、フレッチェ、特にユナイテッドが多分ロナウドとかサンチョとかバランも2席になってるから、ちょっとそこら辺も気になりますね。能力変わったかな。ロナウドとかラインブレーカーになってたら熱いんだけどね。いや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 、フレッチもねすごいですから。ギャラガーもねめっちゃ強いんすよね。いや欲しい、個人的にギャラガー欲しい。うわー待って、みんな欲しい。ミドルついてる、つえー、 B2B ギャラガー、しかも年齢若いんで上限も高い、強い。皆さん欲しい、うん、こういう時どうしたらいいんだ、週刊 FP を引かせてください。行きましょう。まあ最初はねちょっとまあ、復活したとはいえね、やっぱ嬉しさを出しすぎるとここね当たんないっていうね、そう喜びを爆発させすぎちゃうといけないと思ってるんで、逆にねここ冷静にね落ち着いてたら来るんですよこれ。あーうん、あちょおちょっとね、ムバッペかと思った、ムバッペかと思ってドゥエッチャッザッザーね。待ってこれあれか、フランス何人いた、フランス何人いたか気になるけど、ちょっとムバッペかと思った。足当てがなくなった最強ムバッペよ。いや諦めませんよ、ここからですよ。徐々にね、徐々にこれギアを上げていくスタイルが一番いいんじゃないかな。ザクアザいけ、フランス、フランス、フランス、バッペ、ムバッペは来るんだ、フランス、俺はゲットムバッペ待ってる、ムバッペカッベイサー来ちゃいました。よっしゃー、メガトン、ダメ引き、これはこれは亀引きです。願いって通じるんだな、改めて願いって通じるんだね。ムバッペ当たったからね、めちゃくちゃ嬉しいんですよこれ。うわムバッペはマジで最高です。アルゼンチン、あえパパン、相棒、相棒ですかこれ、水谷豊さんなんじゃないのこれ。ラビザのお登場、お登場パパン、いやー久しぶりやパボンの FP、 パボン元気だったか、本話がに久々に帰ってきた。さらにねまだまだね驚くべき事実があるんですよここに。アイコニックモーメント、カンナバーロ、ファビオカンナバーロがやってきました皆さん。カンナバーロ、レアルマドリードアイコニック、いやこの選手はですねもうレジェンド級のレジェンド、最強、強、これレベル1でしょ。うわっカンナバーロの面相も楽しみやねこれ。で、うわ、サイドバックもできる。サイドバックもできんじゃん、これ。適正つけたら。カンナバーロ、DMM もできんじゃん。まあ、能力動向っていうよりも、カンナバーロがね、イタリアのあのカンナバーロがね、登場してる、その感動が強すぎて、もうこれは当てるわけにいかがしでしょう。さあさあさあ、皆さん、カンナバーロ、これはちょっとね、うわっ2回目ですよまだ。嘘だろ、あるかこれ、あんの、あんのこれ。あーしゃべらすか、おーしゃべらす、ちょっとねマジできたかと思ったけど、さすがに2回目では来ないけど、ただねシャビアロンソレアルバージョンはね初獲得です。うわーマジで焦った今3回目に来たかと思った。あーということでね、ここら辺はちょっとねスキップしていきましょうかね。おマッツンメルツン、マッツンメルツン、4回目、一応ねこれね黒率がね確か 30% ぐらいだったんで、結構黒玉も出るんですよね。ホドリゴ、あホドリゴ、ロドリゴ、銀だったっけ、ちょっと前銀だった気がするけどね。カンナバーロは見たいです、なんかもはや、おっ来た来た、これさ黒玉率30だからめちゃくちゃアイコニック出やすいっす。これだって今9ぐらいでしょ。おっロベルト・カルロスね、これ左利きなんでロベカルですね。オッケーオッケー、あとはカンナバーロ来たら完璧だこれ。さあ皆さん、カンナバーロは当たりませんでした。ということでここはちょっとねコインセールのお力を借りたいと思います。最後の1回になってしまった、コインセール、あっよーっしゃー、これは来たー来たー、うおー来たぞ、絶対カンナバーロだー、しゃべろうとだった、カンナバーロー、カンナバーロの歌を歌うよ、カンナバーロカンナバーロの瞬間に左足で蹴っちゃってるー、これがカテナチオか、これがカテナチオスですよ皆さん。
これがカンナバーロのカテナチオです。カテナチオです。カテナチオです。いらっしゃー、アミレタレアルカンナようこそ我がチームへ。でですね、ちょっとね、そう調べたいことがあって、スタンダードガチャ、これでムバッペの軸足当てがなくなっていたということは、ロナウド、ロナウド、ロナウド、これさ、ラインブレーカーになってたりしない？しないですか？うわ、来た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 、ここもメンションしたいね。ちょっとライブレロナウド、はい、ちょっと最後ね、ムバッペ、ちょっと適性とかレベルとか全然なんですけど、シュークエピムバッペね、せっかく当てたんで、軸足当てのなくなったね、ムバッペの使用感ね、トレーニングモードで触っていきたいと思います。さあ皆さん来ました、これがシュークエピムバッペです。ダブルタッチは、ダブルタッチ、うわ出しやす出しやす、やばい、デッジターンもあるでしょ、これはやばいって、これマジでやばいっす。ここにいた習慣ムバッペのあの101かな、あれより強いです、間違いなく。これができる、これがダブルダッチライジング系男子。ちょ、軸足当てなくてもね、あの確定で狙えることはできたんですけど、結構ね角度がシビアなんですよね、まあ、やっぱダブルダッチだけの方がねやりやすかったんで、もう最高。はい、ということでね、最後はねムバッペレベルマックス、編集しながらですね、そう編集結構時間かかったんですが、その間にシム戦を回してトレーナー集めてね、レベルマックス総合値 100H ムバッペあの過去の、てか 100H 行くんだね、 100H 行くんだ、過去のあの周回 FP ムバッペ最初の方に出たやつかな、とも同じ総合値で、今回は軸足当てなしのダブルダッチ確定数ムバッペなので、まさに最強ですね。今後いろんな選手名称動画もだん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 ガンガン出していくんで、ぜひ皆さんの当たった選手だったりね、ここ変わってるだったり、ウィリアプリ2021アップデート後の変化とかもね、コメント欄ガンガンよろしくお願いします。ボブ、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレイプロー。